ローンはドイツ海軍の総工巡洋艦、ローン級。二つ目の艦隊法で1902年に建造が承認され、キール交渉で建造された。建造費は約1530万マルクであった。艦名はプロイセンの将軍で政治家でもあるアルブレヒト・フォン・ローンにちなむ。第一次世界大戦中、スカボロ・ハートリプール・ウィットビー砲撃の際のいくつかの 行動に関与したほか、バルト海は1915年7月に、ロシア巡洋艦部隊と戦い、艦砲射撃も行った。1916年以降は戦争終結までキールで、練習艦兼宿泊艦として使用された。水上規模艦に改装する計画もあったが、実現しなかった。1920年に除籍され、それから解体された。1902年8月帰港。 1九百三年六月二十七日浸水。1九百六年四月五日収益。建造費は1五百三十四万五千マルクであった。1九百七年四月にローンと軽巡洋館ブレーメンは四月二十六日のチェサピーク案への植面者到着記念日を祝う式典に参加した。それにはドイツの他にイギリス、日本、オーストリア、ハンガリー帝国。 フランス、イタリアなどの官邸も参加した。1908年、ローンは同系艦の余力とともに、太陽艦隊の偵察隊第2グループに所属し、ヤコブソン少将の機関を務めた。9月30日に機関任務を巡洋戦艦モルトケに譲り、1911年にローンは退役した。しかし、3年後に第一次世界大戦が勃発すると、再就役した。 戦争開始時、ローンは第三偵察軍の機関であった。1914年11月3日、ローンはヤーマス砲撃作戦に参加した。ドイツ艦隊のイギリス沿岸からの撤収時の各部隊の位置関係を示す図。この時、ローンは太陽艦隊の後ろに位置していた。12月15日と16日、ローンはスカボロー・ハートリプール・ウィットビー砲撃に参加した。 装甲巡洋艦プリンツ・ハイン・リヒと共に、ローンはフランツ・フォン・ヒッパー少々の巡洋艦部隊が砲撃を行うまその遠距離護衛を行う対応艦隊の戦闘に配置された。作戦中、ローン及び付属の駆逐艦はイギリス軍と遭遇した。6時16分に駆逐艦リンクス及びユニキと接触したが、砲火をかわすことなく離れた。 ローン及び軽巡洋艦ハンブルクからイギリス駆逐艦の存在を報告されるとフリードリ・ヒホン・インゲノール提督は太陽艦隊に対してドイツへの祈祷を命じたこの時点でローンと付属の駆逐艦は太陽艦隊の後衛となった6時59分軽巡洋艦シュトットガルト及びハンブルクと合流していたローンはロフタス・ウィリアム・ジョーンズが率いるイギリスの くちくか部隊と遭遇した。ジョーンズはローンを追跡したが、七時四十分に、シュトゥットガルトとハンブルクが、追跡者の撃沈に向かった。八時二分、ローンは二隻の軽巡洋艦に信号を送り、追跡をやめ、太陽艦隊と共に撤退するよう命じた。七時五十五分に、デイビッド BET が、ローンの位置に関する情報を受け取り、ドイツの巡洋艦攻撃を試みようとして、 巡洋戦艦ニュージーランドを分派して、ドイツ艦艇捜索に向かわせる一方残り3隻の巡洋戦艦は距離を置いて続いた。9時までには BT はドイツの巡洋戦艦がハートリプールを砲撃していることを知り、ローンの追跡を打ち切ってドイツの巡洋戦艦の方へ向かった。ローンやハンブル、シュトゥットガルト及びそれに同行する駆逐艦は無事にドイツの港に戻るまで、 太陽艦隊の最後尾にあった。ラインハルトシェア提督は、ローンや第三偵察軍の他の装甲巡洋艦は、低速で装甲も不十分であることから、北海での作戦に適さないと判断した。そのため、1915年4月からローンは、バルト海で活動し、幾度か砲撃任務に従事した。5月11日、イギリス潜水艦 EQ がリバウへ向かう。 途中のローンなどを発見した。リバウは少し前に、ドイツ陸軍によって占領されていた。e 級は5本の魚雷を発射し、2本がローンの艦尾近くを通過し残りも外れた。ロシア巡洋艦、アドミラール・マカーロフ1916年6月20日から22日まで、フィンランド湾沖に機雷を付設する、付設巡洋艦アルバトロスを走行巡洋艦プリンツ、アーダルベルト、 プリンツ・ハイン・リヒと共に護衛。同月末、ローンは再びアルバトロスの護衛として出撃した。ローンは6月30日にアルバトロス及び水雷艇5隻と共にダンツヒから出撃し、途中で、京準洋艦アウクスブルク、リューベック、水雷艇2隻が合流。アルバトロスが、機雷敷設を終えると部隊はキロに着いた。その途中で、ローンとリューベック、水雷艇4隻は、 他五隻と別れリーバウへ向かった。7月2日、アルバトロスなどが、ロシアのロシアの総攻巡洋艦、バヤーン、アドミラール・マカーロフ、防護巡洋艦、ボガト入り、オレークに攻撃され海戦が発生、アルバトロスは損傷して、ゴットランド島に座礁した。ローンなども、戦場へ向かい、ロシアの巡洋艦と交戦したが、途中でドイツ側が反転し、ロシア側も、 弾薬不足を理由に撤収した。ついでロシアの装甲巡洋艦流陸が現れローン、などと交戦したが、ドイツ側に、継戦の意思はなく海戦は終了した。8月10日、ローンと装甲巡洋艦プリンツ・ファインリヒは、ソルベ半島ゼレルのロシア軍陣地を砲撃した。また、ドイツの巡洋艦はゼレル沖に停泊していた数隻のロシア駆逐艦を、 不意打ちし一石に損害を与えた。1916年2月16日、ローンが北海でイギリス巡洋艦に打破されたと誤って発表された。また、ローンが太陽艦大主力を護衛する部隊の機関として、ユトランド沖海戦に参加したという誤った発表もあった。この間違いは第一次世界大戦直後に出版された歴史書に見られるが、 その後のものでは訂正されている。1916年11月に、ローンは武装が取り払われて練習艦兼宿泊館に改装され、1918年までキールでその用途に用いられた。五甲板に格納庫を設けて、ローンを水上規模館に改装するという案があったが、交渉、造船所に余裕がなく、実現に至らなかった。 ローンは1920年11月25日に除籍され、翌年スクラップとなった。ありがとうございます。